ご視聴いただきありがとうございます。トライアスロンファミリーチャンネルです。このチャンネルはマラソン、トライアスロンの初心者から経験者、そしてこれから始めてみようかなって思ってる人に向けてのチャンネルです。動画たくさんすでにアップしてますので、他の動画も見ていただき、少しでもいいなと思ったり、ちょっと刺激になるなって思ったら、チャンネルの登録の方をぜひよろしくお願いします。今日はですね、江東区の北砂にできたプールの家に今ちょっとユーラと2人で向かっております。はい、でプールの家って何ぞやっていうとこなんですけど、ランニングマシーンありますよね、その場でスポーツジムとかにあるあれのプールバージョンっていう感じで、あの流れるプール、ボックスの中に水が流れてて、そこをひたすら泳ぐっていうようなところです。で動画撮影も OK で、水中の撮影もできるっていう素晴らしいところが今週からオープンしたので、早速突撃してやってみたいと思います。さあプールの家着きました。あ、白戸太郎さん、ユーラ白戸太郎さん、今度16日レッスンお願いします。さあプールの家着きました。本当に民家の中にあるっていう感じですね。早速行ってみたいと思います。1階から入るんですけれども、扉を開けていただいて、結構高いので1階座ってで、ここ持って足をしっかりついて、ひもついて降りていく。 OK ユーラ、はい、ちょっと降りてみましょうか。下で補助しようか。両手そうです、座って、はいはい、ゆっくり降りてください。はい、はい、ちなみにこのプール、お値段、いろんな機種があるらしいんですけど、最低600万円だそうです。まあまあ M 社長、機材提供お願いします。ちなみにユーラとパパは水泳歴がほとんどなく、泳ぎに関しては指摘事項が超たくさんあると思います。コメントや直接連絡先してる方はメッセージでいろいろ教えていただけるとありがたいです。お願いします。流速で出てるんですね。なのでそれが50メートル泳ぐとどうだっていうタイム換算にはこれはわからないので、これは平野つかつさんがまあ、エリート選手の女子を使って、はい、この流速と25メートルプールで泳いだ場合のタイムの、まあ、簡易的な目安を作ってくださっていて、うん、だから1メートル、あ、50メートルを1分ペースでとか言うと 0.9 メートル秒速だしとかっていうふうに、大ざっくりなものは目安はあります。はい、今まで上げますね。怖かったらすぐ止めるから大丈夫ですよ。じゃあちょっと45秒まで行ってみましょうか。流れるプールの水が出てくるところらへんの感覚、はいはい、もう大丈夫、立てられる、捕まってられる、緊張してる4、3、2、1、はい、スタート。バタラシが激しい。
大丈夫ですよ。そんな考えない。1、ゴペース、じゃあ35秒ペースでパパがバーに捕まって50秒ペース。結構すごい音が鳴ってますね。この角度で見ると、まあ、前からの流れがあるからしょうがないのかもしれないですけど、かなり体の軸がぶれてるのがよくわかりますね。
45秒からどんどん上げていくみたいです。ちなみにお二人はトライアスロンやられてるんですか？ああ、なるほど。今から中も取っちゃいます。3、2、1、どうぞ。中入ります。
あと1分。はい、無事レッスンが終わりました。いやー、一言で言うと最高です、うん、この4月はね、半額キャンペーンということで2500円でやらせていただきました。で、基本1時間なんですけど、あれこれ説明もしてくれてトータル2時間ぐらいお邪魔しちゃいました。
近くに住んでる方、また滋賀県に住んでる方、あの日本全国どこからでもお待ちしてます。めちゃおすすめです。めちゃおすすめです。ゆらくんどうでしたか今日は。なんか緊張した。緊張したなんか大会みたいな。まあそうだね、ちょっとなかなかできない体験ができる場所かと思いますので、皆さんプールの家をよろしくお願いします。お願いします。ほぼ毎日動画を投稿して